すごいですね。7歳の女の子からドアライ質問。はい、もし、はい、子供になったら何がしたいですか。これ大人になったらとかありますけどね。子供になったら何がしたい。これはちょっと興味深い。面白いですね。ドアラが何と答えるんでしょう。素晴らしい。さあ、さあやちゃんの質問にドアラが今筆を走らせております。あの皆様初めて見るかもしれないけど、見ませんけど、あのドアラのイベントこんな感じでやっております。子供になったら何をするんでしょうか、はい、さあそれではドアラ答えを見せてもらいましょうか。はい、しっかり勉強しとけばよかった。それ振り返りですね。振り返りですね。まあまあ、これはあの、多分10人が10人大人が思うことだと思います。そうですね。社会に出れば、あの時もっと勉強しておけばよかった。ドアラ、あのさあやちゃんの質問に答えてないと思うんだよ。何がしたい、何がしたい。勉強ってことなんですかね。勉強がしたい。勉強したい。まあ、しようと思ったら今できますよね。確かにね。3DS な、なに、ゲーム、なんて書いてある。 3DS ゲームがしたい。子供の頃なかったの。まあまあ 3DS は確かに最近出した。はい、はい、まあ、ゲームがしたかった、そういうことですね。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。じゃあ、あのさやちゃん納得できたかどうかわからないけど、はい、さやちゃんにはですね、質問が選ばれた記念として、はい、ドアラ、シャオロン、パオロンとシアドラゴンズのお姉さん3人、6人寄せ書きのサイン色紙プレゼントします。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。さっき書いてました。